ムービーって始まる。でーん。よし、おられなかれだぞ。いやーね、すごい日焼けでしょう。今回はですね、なんとね、うちについて用意。ということで、あの位置について用意という舞台の方にずっと出させていただきまして、本日千秋楽を迎えました。はい。はい。あのということで、あの千秋楽をね、もうちょっと黙ってもらって、ちょっと一回黙ってもらって。はい、あのちゃんと後で映しますので、後で映しますので、で、あのしっかり YouTube とかに載せますんで、ありがとうございます。インスタグラムかもわかんないですけど、はい、千秋楽を終えましてですね、非常に楽しい思い出を作らせていただきました。で、もうこのそばかすね、もうヘナでしっかり染みついてて、でしかもこの泥とかね、もうひどい顔ですよね。いつもの私のライブの顔とは全然打って変わって、今回は人見知りの役をねやらせて、こんなこんなで、びっくりする時だけあのちょっとね小ネタでボノボノね、あっちに向かって話した方がよかったね。はい、あの事務所の関係で NG という方は今のうちにね、あの顔伏せていただいてということで、じゃあね、ちょっと一人一人ちょっとねインタビューをしていこうかなと思うんですけれども、じゃあまずはどうも消防団のゆうです。はい、消防団のゆうの役をやられました吉川さんでございます。実はこんだけ色っぽいのよ。そう、実はこれだけ色っぽい方でございました。あら、ちょうどビデオ撮ってます。姫、何してるんですか。姫役のせいです。姫じゃないですよ、吉野です。吉野さん、吉野姫、みんなのことかな。スキャンダラスです。イエイ。スキャンダラスですからね。一人になるとスキャンダル。スキャンダル。そう。これ YouTube 載って大丈夫か。大丈夫。あ、よかった。YouTube 用なのね。YouTube とか、あの、Instagram 用で。楽しかったー。いや、本当に楽しかった。いや、非常にね、名前を方ブートでやらせていただいておりますけど、じゃあ、あの、欲しがりな二人がね、なぜかもうここでは欲しがらない。ということで、お一人お一人ね、ちょっとお話伺っていただきましょう。おかみ、夫妻の役やりました。あの、持田夫妻と申します。はい、本当は鈴木環奈と申します。はい、もう素晴らしいね、おかみの、もうぴったりハマってましたね。そんなことないですよ、みんなのおかみ。そう、みんなのおかみでした。夫妻、酒持ってこい。はい、持ってきません。はい、もう終わったから冷たわしないかと。はい、ということで、この島の一大工業、ダム建設、ダムを作ってます小泉万之助です。万さんって呼んでください。はい、という万さんの役をやられました。はい、原田のりあきです。はい、どうもありがとうございます。パー、お願いします。どうでした、もう今回ハマり役でしたか、ご自分の中では。僕役者なんで何でもハマる。そっか、ハマっちゃう。何でもハマっちゃう。そっか、私と違うから。そんなことない、そんなことない。そう、それではじゃあ先に、あー、来た。今ね、YouTube 用に撮ってます。レーナカーレンの YouTube。じゃあ、こちらの。カーレンチューブ。三月葵役の上がったゆめでした。はい、ゆめちゃんです。でした。すごいね、もう可愛い役で。いや。そんな。もうね、15歳ぐらいの、じゃないかというね。22歳です。はい、本当にいい感じの役をやっていただいて、そしてね、今ね、すごい撤収のね、作業がもう始まったのでね、最後にお一人だけ、イエイ。前もね、あ、こっちか、インスタグラムの方で、え、そう、なんかそう、ね、チラッと入っていただいた、なんかこんな感じでこう、ポスターみたいなね。お名前を、今ゆきです。何役をやられましたか。田中崎遥です。田中崎遥ちゃんの役をやっていただきました。はい、もう今回役作りにもね、なかなかこう積極的に果敢に挑んだけど死にました。いやバッチリ生きてました。ありがとうございます。なんだったらもう生きすぎて、わお。本当ですか。本当ですよ。バスタオルね、バスタオルね、バスタオルいいか、バスタオル、あ、そう、バスタオル巻いてね、バスタオル1枚で出てくるというね。全然そんなキャラじゃないの、すいません、どうも失礼いたしまして。いや、本当に楽しいお芝居をね、近くで見させていただきました。本当にありがとうございます。さあ、楽屋の掃除をされるようなので、私はこれで一旦バイバイしようと思います。レナカレでした。バイバイ。